迫を示せ。サンゴの意志。してやろうか。
後の意志を。気迫を示せ。答えてみろ。我に力を。出て。知識は尺と真理を探り、誤謬を混ぜ。我々が失ったものを全て取り戻す。見事な手術だったわね。誤謬を混ぜ。我に力を。守るべき者のために打ち崩せ。マイナスだ。炎のエリア断ち切れ。答えてみろ。計算通りだ。我に力を。
休み。計算通りだ。答えてみろ。出てい。知識は尺と真理を探り、誤謬を混乱する。我に力を。テス。マイナスだ。答えてみろ。炎のエリア、断ち切れ。我に力を。守るべき者のために打ち崩せ。知識は尺と真理を探り、誤謬を混乱する。おやすみ。見事な手術だったわね。なかなか面白いミニゲームだったわ。
テス我に力を答えてみろ知識は尺と真理を探り誤尾を込めておやすみ見事な手術だったわね。来なさい。は答えてみろ。炎のエリア、断ち切れ。我に力を。テス、出て。真理を探り、誤尾を込んで、うん、守るべき者のために打ち崩せ我に力をテス見事な手術だったわね。
答えてみろ。我に力を。テス。知識は尺と真理を探り、誤謬を根絶。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。答えてみろ。出て。我に力を。守るべき者のために打ち崩せ。マイナスだ。おやすみ。我に力を。答えてみろ。見事な手術だったわね。真理を探り、誤謬を根絶。我に力を。答えてみろ。マイナスだ。
お互いが存在。インドラです。我に力を。涙あれ。おやすみ。我に力を。守るべき者のために打ち崩せ。すべて。インドラです。我に力を。すべて。涙。おやすみ。我に力を。守るべき者のために打ち崩せ。インドラです。涙あれ。くるくる。すべて。我に力を。インドラ。インドこのメリオ断ち切れ。我に力を。すべて。涙あれ。涙あれ。すべて。炎のエリオ断ち切れ。インドラです。我に力を。すべて。涙あれ。くるくる。我に力を。インドラです。すべて。守るべき者のために打ち崩せ。おやすみ。我に力を。インドラです。すべて。涙あれ。
ようこそヘルタへ。ようこそヘルタへ。はっ。
お互いがそう。奴らを倒すには準備。気迫を示せ。サンゴの意志。見つけた。すぐ。涙雨。インドランス。我に力を。すべて。涙。決戦。クリフィンの声。インドランス。インドランス。炎のエリア、断ち切れ。我に力を。守るべき者のために打ち崩せ。すべて涙。見事な手術だったわね。
気迫を示せ。孫悟の意志よ。私たちが構造士に長居していた間に大木様が軍を出したようですね。ああ、軽減将軍が軍の指揮を大木に任せたのである。運気軍についていかなくてよかった。戦争と冒険ご冗談を。この程度た数百年前、とある北条の司令が剣木を奪うために軍を率いて、このような過去は長命主たる我々にとっては歴史とすら呼べん。それちっとも慰め。この一戦大木は勝てたかどうか。あんたどっちの味方なの？いや、そうとは限らない。行軍が成功したのであれば周囲を調べてみよう。何か手がかりが。これだけあれば十分。おやすみ。我に力を。テス。答えてみろ。我々が失ったものを全て取り戻す。真理を探り、誤謬を混雑。出て。炎のエリア、断ち切れ。マイナスだ。我に力を。守るべき者のために打ち崩せ。答えてみろ。出て。おやすみ。我々が失ったものを全て取り戻す。
をつけてね。モンスターの生命力って侮れないから。あら、運気軍じゃない。こんなところで何をしているの？ここは危険だわ。俺たちは将軍が派遣した援軍だ。すまないが、他の人たちがどこにいるのか教えてくれないか？短命種にまで助けを求めるなんて、ケーゲンは本当に人手不足みたいね。早く逃げろ。こいつは薬王秘伝の人間だ。うるさいわね。その体が治ればお前も薬王秘伝の一員だというのに。奴らを逃がさないで。いい子だからできるでしょ。できなくなる。おやすみ。マイナスだ。答えてみろ。出て。どうせ刹那に消え去る命だというのに、なぜ自分から死への道を歩もうとするの？理由は何？証明を求めるため。ケーゲンの顔を見るまでもないわ。薬王秘伝がその願いを叶えてあげる。我に力を。マイナスだ。知識は尺と真理を探り誤謬を混雑。無駄だ。俺は奴に転化させられた。もうすぐ早く ここを離れろ。大木の人間ならこの先に。行こう。
これまで潜伏していた薬王秘伝が姿を現すとは。大木様はこのことも見通していたのでしょうか。薬王秘伝は儒家の王薬師を信仰する泉州の大敵、同盟は数千年もの間この組織の壊滅を目指してきましたが、今日まで守るべき者のために打ち崩せ。答えてみろ。我に力を。形勢に注意して気迫を示せ。孫悟の意志。人は文をわきまえることを学ぶべきだ。ようこそ。時間よ。
探り誤尾を混雑する。恩人としてありがたくいただく。
示せ。サンゴの意志よ、気迫を示せ。平気よ。答えてみろ。お薬の時間よ。さあ、答えてみろ。マイナスだ。おやすみ。おやすみ。我に力を。守るべき者のために打ち崩せ。炎のエリオ、断ち切れ。我に力を。答えてみろ。出て。真理を探り、誤謬を混雑。炎のエリア、断ち切れ。マイナスだ。おやすみ。停電。我に力を。テス。マイナスだ。守るべき者のために打ち崩せ。お薬の時間よ。平気よ。やっかいな。停戦。知識は尺と真理を探り、誤謬を混雑。少しはわきまえろ。ほんの気持ちよ、気にしないで。炎のエリオ、断ち切れ。マイナスだ。停電。答えてみろ。マイナスだ。さあ、おやすみ。我に力を。守るべき者のために打ち崩せ。テス。停電。平気よ。知識は尺と真理を探り、誤謬を混雑。答えてみろ。マイナスだ。炎のエリア、断ち切れ。停戦。マイナスだ。我に力
テス。おやすみ。答えてみろ。出てい。はっ。守るべき者のために打ち崩せ。真理を探り、誤謬を混雑。おやすみ。マイナスだ。動かないで。はい、これをの。あなたたち、ありがとう。あなたたちに出会えてよかった。答えてみろ。我に力を。テス。答えてみろ。出てい。知識は尺と真理を探り、誤謬を混雑。おやすみ。守るべき者のために打ち崩せ。です。我々が失ったものを全て取り戻す。答えてみろ。マイナスだ。このメリオ、断ち切れ。我に力を。テス、出てい。知識は尺と真理を探り、誤謬を混雑。気迫を示せ。孫悟の意志。答えてみろ。マイナスだ。我に力を。テス、出てい。おやすみ、うん、答えてみろ。いや、はっ。守るべき
者のために打ち崩せ。我に力を。テス、マイナスだ。知識は尺と真理を探り誤謬を混乱する。見事な手術だったわね。この一瞬決まる。我に力を。テス。
点。おやすみ。これだけあれば十分。来なさい。気迫を示せ。
あまるべき者のために打ち崩せ。答えてみろ、マイナスだ。我々が失ったものを全て取り戻す。真理を探り、誤謬を混雑。我に力を。守るべき者のために打ち崩せ。出て。我に力を。答えてみろ。マイナスだ。見事な手術だったわね。
これだけあれば十分。見事な手術だったわね。何者だ？雷を明かせ。ん、待て、お前たちは。失礼しました。外は危険ですので、どうぞ中へお入りください。うちらのことを知ってるの？将軍様が招かれた客人ですよね。大木様が皆さんの来訪を占い、ここで待つようにと指示を出されたんです。はい、大木様はここに軍を駐留させた後、石膏を連れて前方へ向かわれました。皆さんを迎えられてよかった。皆さんが来なければ運気軍も進軍しないと。大木様が戻られるまでどうか陣内でお待ちください。運気軍が駐留したまま進軍しないとは、どうやら楽観視できる状況ではないようだ。薬王秘伝、この名前は聞いたことがある。泉州の内部に潜んで、性格は確かに北条と関連する異臓を引き起こした。まさか薬王秘伝はそれで偽装を諦めたのか。いや、運気軍の主力は。では恩人様たちは拠点を見て回ってみて。あら、恩人様、あの者たちはなぜラフを裏切るので。どういう意味？おそらく行動命令を出せと言いたいのだろう。大木様なら石膏を率いて偵察。
手短に頼む。戦況が逼迫していて雑談に気を取られている場合ではないんだ。大木様の軍令、最初は全てが順、しかし先囚人は魔音の実を人前、薬王秘伝の所業を低級に誓って、話が聞きたい。いいけど、そばで傍聴。やっと話し相手ができた。堅苦しい運気君が相手。あの光る種のことか。ねえ、かか。あれで剣木を蘇らせると海主が言った時は、何しろ。あんなに多くのと、だがこれではっきりした。お前も見たのか。剣木が読み、長命主さえ思い出せない信仰時代、薬王北条は剣木をラフ、それなのに恨めしい要求が全てを台無し。俺たちと共に戦っていた。もう口を閉じろ。ざれ言ばかり言うドブネズ。何をしたかって、こいつ、ああこいつの光源にもからかっただけじゃないか、お偉いさん。大木が戻ってきたらうちらはね。この石、気迫を示せ。大木が戻ってきたらね。大木が戻ってきたらうちらは厳しいね。まだ早いし、どこかへ行く？何千年も枯れていた木がまた伸び始めた。
り事なら地公子に解決してもらああそうだ、前に長楽天知っての魔音の名が、それにその程度お前はどんなに小さな、ああそうだ、俺が見つけた手紙なんだが、正直に言って俺ではこの問題にどう対処すればいいのかわからない。これは地公子の管轄を超えている。だから将軍様がいる新この人は、いや、この手紙については彼女が、魔音の実から入手した手が、分岐軍が性格の所在を調査、外の人から見ればこれはそう、どう手紙に書かれている実、この手紙を書いた人はおそこういう古近畿である丹方をとっくに滅びたはずの組織が、もし他にも薬王秘伝に関係よかった。最近の報告、実は数ヶ月前、向こうも疑り深いみたい。あなたはラフで顔を知られてない。困りごとなら地公子に解決してもらえばいいじゃない。鬼だの何だの、僕は信じないからな。パイが通るなら、もしと。レンジフードの掃除から、精査の修理まで。あいつはどうして来てないんだ。本当に心配させやがって、まったく。私たち宝永堂の長寿健康製品を使った人たちは一様に良かったと言っています。私たち宝永堂の長寿健康製品を使った人たちは、
そこの違法の客。なるほど、あなたは蝶。これは参りますどちらにしても絶対的な私の。どうでしょう。では早速。着きました。ここ安心してください。改めて薬王秘伝調整をお許しください。この運気群のことは気にしないでください。彼北条の子族は、そしてあなたの質問に求めれば必ず。このこれは私たちや。もちろん。これ多いですか。おい、もう来たか。やめろ。俺は凋落店を担当している運気軍だ。あんまさか来るの。こういう組織が勢力を伸ばそうとしているときは大し、声を小さくしろ。貸せ、手伝ってやる。先に決めておこう。俺は書写を手伝い、お前は俺の。心を落ち着かせてゆっくりと書き写してください。もう写し終わったのですか。こんなに早く。見せてください。そう焦らないでください。よし、じゃあ次の段階は明日からでいいよな。ご心配なく。2段階目は簡単。私たち薬王秘伝の原則は、疑わしき者は使わず、仲間は疑わ。お二人には決闘をしてもらい、いこの規則は私が決めた。待て、決闘は強制ではありませんので。分かった。私は構いませんが。では準備してください。どこに行くんですか。まだ。コシオ、俺たちで決闘して、俺はお前に負けて殺されたふりをする。お前はこれならお互い。そのお前。おい、少しは手加減。準備はできましたか。こちらの運気軍の方は。俺。それで。俺くら。存在とは感知されること。知識は尺と真理を探り誤謬を混ぜる。素晴らしい腕前ですね。あなたが勝ってよかった。この者はシギク・ラント。こあなたが。シュシュ。うん、いいでしょう。ここ数日ほど仲間たち。ではこれを組織での最初の仕事ということにしましょう。何はともあれ、おめハイボタン。人目を避けるためにいっ。あいつらは狂人の集まりだ。お前驚かせないでくれ。じゃ俺は新作府に戻る。
どれもこれもみっともない字だ。ここで緑不要と落ち合う約束。手紙がある。薬王秘伝は本当に死ん手紙を奪い取る。レンジフードの掃除から。この郵便物、新作譜宛てでも、この郵便物には暗号化が施してある。この緊急指示を見る。スマホにコピーを入れて。茂月様、こちらが以前お伝え。はい、ボタン。こちらは茂月様といって、長楽天地区を担当なさっている方です。一目見ればわかる。なんて無礼なことを。何、気にするな。聞かせてくれ。君のような強者がなぜ薬王秘伝に入りたいと思ったんだ。それなら理解できる。要求は嘘と力で先囚人を欺き、薬王様からの恩恵に恐怖を抱かせた。薬王秘伝の責務はそのいわれのない恐怖を断ち切り、先囚人を再び薬王様の優しい腕の中に連れ戻すことだ。この処方箋をあげよう。この薬を飲めば、僕たちのように
要求過疎が君の魂にはめた枷を断ち切り、至極の力と自由を手にできる。組織で弾薬を担当している自社が君が優れた戦士だと聞いて、この処方箋を、ここに書かれている薬には遺憾で買えるものもあれば、自力で手に入れなければならないものもある。他に質問はあるか？わからない。ただ薬王秘伝の組織構造は平坦化の原種を原、この方式の長所は、処方箋の作成を担当する者たちは君を信用してないわけじゃない。ハイボト、ボス、狩猟のことか？君の実力なら、恥ずかしながらかつては僕も猟犬に属していて、100年近く、そう、しかし凡人の脆弱な体では、そんな僕を救ってくれたのが、今全てがうまくいっている。待て、僕のことを知っているのか？茂月様、どうやらこの者は。バカ者、半日。そんな、私の目の前で運気軍を殺し、忌々しい要求か？そ、薬王様は僕に鋭い感覚を与えて。ハイボタン、いや、死ぬ。生族が探していた連絡の途絶えた内通者は茂月だった。まさか薬王秘伝に加入してたなんて。新作府に行って生族に状況を伝えよう。今回の任務は成功なのか失敗なのか、いまいちわからないな。どのようなご用件で新作府へ？無事。それで何があったの？安心して、あなたの内通工作は成功だから。正体はバレちゃったけど、価値のある情報を手に入れて無事に戻ってきてくれた。ここまで。それにしても、まさか羊、あなたは正しいことをしたの。儒家の王は力、あなたが手に入れた情報はすごく役に立つ。ずっと敵の動向が分からなかったけど、この情報があれば新作府もより的確な判断を下せる。これは今回の報酬だよ。受け取って。他に質問はある？
あなたが手に入れた処方箋については何人か信頼できる端子が調楽店に駐在してるから、詳しいことは彼らのところに行って、薬王秘伝が渡した処方箋の詳細が分かったら。こんにちは。何かご…なるほど。新作譜の仕事で来たんですね。これがよそから来たものなら、いろいろと言いたいこともは、この処方箋は理解できません。おそらく、タンス様は奇抜な発想。でも、そういう彼女が目の見え、休憩中は若木邸に…お待ちしておりました。あなた様の匂いは分かりやすいので他の端子から聞いたのですが、ありがとうございます。確かに奇妙な処方箋ですね。ただ具体的な薬理については本当に寿命髄を使って検証するわけにはいきません。連絡先を交換しましょう。薬理の検証。いらっしゃいましたね。その足を。羨む必要はありません。これは才能ではなく、本題に戻りましょう。あなた様、結論、結果から言いますと、リュウバン公薬に対応する解毒剤があるとは考えられません。予測できる年月の詳しい分析内容は文章にまとめておきましたので、もし興味があれば目を通してみてください。こちらがリュウバン公薬の薬。この品で最後だね。
どのようなご用件で新作府へ？あれ？いらっしゃい。何かそう、こんなに早く結果が出たの？あの端子たち、本当？端子？ちょっと待って。どうして探偵？彼女は目が見えなくていろいろと大変だから、探偵師の同点を離れることは滅多にないって聞いてたのに。早速報告。解毒剤がない。ち、あいつら。でも。これも一つの手がかりになる。どういたしまして。ラフの。年も枯れていた木が、来てくださったんですね。あり、今回凋落店に滞在しているのは同胞の診察、薬を用意したのですが、届けるのが遅れてはいけませんので、よろしくお願いいたします。薬はこちらに。数に頼まれた届け先は。おーい、おく、あいつ、おい、お前だ、どっか行け。親分、叫んでないで。俺は見たぞ、こいつ。こそうだ、お前がない。違うだろ、俺が。黙れ、行こう親分。ぶっ、うん、今日のところはこのくらい。そうだそうだ、お姉ちゃん。あの子、お姉ちゃんが、あ、最近はいろいろ大変なこと。一人で行動してる。まあ、私が気にしても仕方ない。も枯れていた木が。薬は届けていただけましたか。あの子は子供の頃のいじめられたり怪我をしたりすると、あの子を守って。あの子に会いに行きたいので。あの子のご両親は北条戦争で亡くなりました。医者の処方箋は、あの子は落ち、あの子のごり、きっとあの子は、
れは一体あの子に何かあったのですか？テス我に力を答えてみろ。平気よ、おやすみ。テス知識はシャフト、真理を探り誤謬を混乱。我に力を。守るべき者のために打ち崩せ。答えてみろ。大丈夫、もう大丈夫ですからね、イサナ。このお姉さんがいますから。でもそれだけですか？これから先何百年と生きていく、この程度のことで申し訳なく感。これは慰めではない。暗闇の中を全ての人やも証明師の場合期待を抱くことは。しかし私はい、そのここは危険すぎます。改めまして、私たちのような転結者は。だからこそさっきあの子、長命師は生まれたと。短命師の場合はいかなる方法でいかなる気候を埋め。私も最初は信じられずに義眼を入れてみた。光を取り戻す長命師にとって。 いえ何でもあり。私の旅に付き合ってくださって。ところでそれでは。題材にした小説は読んだ？はい、どの本を探しで？探すのを手伝いますよ。はい、ただの中で手に取っても。それは気にせずに読んでいただいて構いません。転結者の境遇についてよく来てくださいました。近頃奔走なさっているあなた様の新作譜から提供されたものを分析していたら、この三雲小露炭と体が軽くなるだけで。では私今度お会いするときは。
単数を信じてないわけじゃないけど、どうにも違和感がある。新作譜どのようなご用件で新作府へ？ああ、ご無沙汰しております。なるほど、妻分かった。一度検査してみるから、そのまずは信頼できる端子を探さないと。あなたは警戒してこの薬を飲まないでいてくれてよかった。端子たちが検査した結果、薬の中から気持ちはわかるけど、探偵室の中に内通者がいることは予想してたけど、まさか。私は今から端数を指名手配する。もし彼女の行方がわかったらすぐに。そうだ、この隊長を連れて行って。あなたの友達。端数がいない。そうだ、端数がくれた薬の箱に。さあ隊長ちゃん、端数のところに案内し。あれはタンス、薬王秘伝の連中と一緒にいるってことは、やっぱりそういうことか。サンゴの意志、気迫を示せ。カイジ様、お下がりください。奴は私が片付けます。必要ありません。彼女は私の友人です。多くの仲間たちがあいつにやられたんですよ。知っています。それなら。言いましたよね。はっ、カイジ様。あなた様が私を訪ねてくる。ええ、私は薬王秘伝の姉妹兄弟の。私が差し上げた三雲小露丹は飲みましたか？先週にやってきた薬乞いたちが喉から手が出るほど欲しがっている不死の線香です。どうか信じてください。あなた様に危害を加えようとしたわけではあり。あなた様にお願いがあります。ラフからこの内戦について新作府の猟犬からどのように説明されましたか？自分たちは正義である帝宮の使命を。それは本当に正しいのでしょうか？あなた様は
あなた様に味方になってくれとは言いません。ただラフから。本当に残念でなりません。あなた様と先に知り合ったのが私であれば真の友人になれていたかもしれないのに。カイジ様、そろそろ参りましょう。これが私たちの永遠の別れであっさようなら、七死人様。新作府に行って聖族に知らせよう。時間があるときはちゃんと休むのよ。どのようなご用件で新作府へ？どうだった？タンスは見つかった？彼女を捕まえられなかったんだね。分かった。とにかくあなたには俺、将軍様から聞いたんだけど、これから探偵室に行って大木様が引き、あともしまたタンス、そうだ、これを受け取って。大木様、お戻りになられたのですね。お前たち待たせたわね。薬王秘伝が何？悪かったわね、機密保持のために薬王。あれは同盟の転覆を目論む謎の組織、ずっと影に潜んでいたけれど、今回の性格事件でようやく尻尾を出した。そして戦況が思わしくないにもかかわらず自ら先頭に立ち、褒めても何も出ないわよ。待ちなさい。今戦況が思わしくないと言った。
心の準備はできているようね。ああ、初めてあんたたちの玉空様に会った時は、先週同盟の事情だから請求列車の手を煩わせるつもり。気づけば大変な仕事ばっかり押し付けてきて。かん、それで今回は何をさせるつもりなの？まさか先頭に立たせて運気軍と一緒に敵陣に突撃させるとか？行かない行かない、うち戦場で酔っちゃうタイプだから。はあ、誰も戦場に行けなんて言ってないでしょ。あれ違った。将軍が言ったように、お前たちは縁に導かれてやってきた騎兵。運気軍、さあこちらへ。剣木を賜った後、探偵士はラフで最も重要な師となった。何しろ全ての先週人を長命主に変えたのも、剣木から数多くの摩訶不思議な技術を生み出したのも彼らだったから。でも探士たちが現状に満足することはなく、やがて命をもてあそぶようになった。剣木の研究は喉の渇きを潤すために、猛毒を持つ鳥の羽が入った水を飲むようなもん。行商に見るは夢の中の夢、変化は心外心に集いて散る。お前た、大きな炭炉ですね。もくもくと煙が立ち上っています。あれは古の時代、炭士たちが先導を極めた場所。あ、風情のある名前に聞こえるけれど、あそこは兵法上の死地。暖炉が消え、運火がなくな、あれが運気軍が魔音に落ちた原因なのか。いかにも。薬王秘伝は各動天を漂う煙の中に魔音の煙を散らさない限り、運気軍は戦わずして負けることになる。自分の隣にいる仲間がいつ魔音の身に落ちるかわからない。運気軍を進軍させたように。ええ、100年も潜伏していた薬王秘伝が姿を現したのは、自分たちに勝算があると踏んだからでしょう。でも何を企んでいるにしろ、奴らが想定した相手は運気。ないと考えているわ。剣木はラフの近畿、先週同盟は遥か昔から独立しているから。軽減将軍の言う騎兵とは、暴言を言うつもりはないけれど、正確ハンターの予言の方が私の牧さんより正確であることは間違いないわ。カフカが求める。私も他人の言いなりになりたくはないわ。でも人は運命の道を一人で歩んでいるわけではないし、あらゆる束縛を受ける。大木の職務は基地を追い今日を避けること。話が逸れてしまったけれど、要するに何の影響も受けずに炭炉を消すことは。分かった、今回はお願いがなかったけど、うちらにしかできないことだもんね。あんたも幼児ちゃんもそう思うでしょ。煙が消えたらすぐに駆けつけると約束する。答えてみろ。知識は尺と真理を探り、誤謬を混雑する。我に力を。鉄栄転。
おやすみ。答えてみろ。マイナスだ。炎のエリア断ち切れ。はっ。守るべきもののために打ち崩せ。我に力を。見事な手術だったわね。